たちが作ってくれたコースまず一つ目はこちらはいかなり工夫して作ってありますゴールが3カ所あります1カ所分足りないのでこのように組んで自分でゴールを作っていましたはいコース最大の見せ場が初めにありますねこの空気砲から発射されたボールがえっと、バイバイのところにぶつかって でぶつかったボールがさらに下に落ちて後ろのガリバートンネルへと向かいますでゴールに来るパターンが一つあとはえー、とこのゆっくり下ってくところに流れるボールと坂を下って穴の中に入るという仕組みはい何度か調整をかけて。 やっていますがうまく成功するでしょうかでは行ってみたいと思いますはいでは行きます で無事成功はいこのルートのこだわりポイントは転がってったボール下にくぐってガリバートンネルに入った時に赤いボールなので赤いボールからスタートさせて先も赤いボールで統一したところだそうですあとはもうこのバイバインの下をえっ、ー、とー転がって通るという前提でやったので 高さをそれに合わせて調整するのが難しかったようです。はい、半分のブロックにしたり、大きいブロックにしたり、ブロックが足りなくなったらえっと長いブロックに組み替えたりしながら調整して作りました。はい、とっても上手にできたと思います。少し難しいルートですが。 成功した時とっても気持ちいいのでぜひぜひ試してみてください子供が作ったコース2つ目がこちらはいさっきのものと似ている部分もありますがお兄ちゃんの方はちょっとこの距離感を大事にそしてこちらのブロック通るブロックを横にしたものですねこの溝の部分も使ってここですね うまくコースに取り込んでみました、はい、うまくいけばすごくこのジャンプが生かせるようなコースになっていますがどうでしょうかガリバートンネルの後に長長高専の坂を入れてしまうあたりが自由で面白いなと思いますその後はもうコールの方につなげた感じですが意外とここから の距離で行くか行かないか微妙なんですよね。さあ力加減もありますがうまくいくでしょうか。では早速行ってみます。よー。 この設計ポイントはトールブロック2つに普通のブロック2つハーフブロック1つその隣にはトールブロックと普通のブロックその後のところには短いレールですね普通のレールロングレールではないものを敷いて高さ調整をしたところ。 間は調整してみてくださいこのパーツの置き方が重要なポイントになると思いますはい、その後の組み方はこんな感じ私的にはここは小さいボールが通るものだとばかり思っていたので大きいボールも 転がすことができるっていうのはすごく大きな発見でしたこちらのコースは空気砲からの飛ぶ距離が長いために一度成功しても次に成功するとも限らないようなコースになっていますだからこそ成功したときとても面白いなと思うのでぜひぜひチャレンジしてみてください 作ってみたコースはこちら。では、転がしていきたいと思います。今回はクイズ。どちらのゴールにボールは転がっていくでしょうか考えてみてください。はい。こちらから転がったボールは、どこでもドアの方に向かいます。坂になってます。坂を下って、 モグラ手袋のところに行きます。はい、ズンズン進んで、ここにも坂があります。その後、竹コプターがあって、さらに下って、ミードラとドラえもんの方に行く、この指先はドラえもんに向かっていますが、果たしてこの通り転がってくれるでしょうかそれとも逆になるでしょうかでは、行きます。 よーいスタートいけはいということで無事ゴールまでボールが転がりました今回は指差し通りドラえもんの方にいきましたでは続いて指の向きはミニドラに向かっています うまくミニドラの方に転がるでしょうか。やってみましょう。よーいスタート。残念、うまくいかなかった。うまくいくときはいくんですけど、坂道のカーブがちょっと緩すぎるので、えっ、ー、と。 うまく勢いがつかないと転がりきれないんですよねはい、もう一度だけやってみましょうはいではリベンジいきますはい今回はうまく転がってくれました 部品が浮いてたりすることでカーブがついたりすることもあって転がらないことがありますのでうまくいかなかった時にはどの点がうまくいかなかったかぜひぜひチェックしてみてください。